久保さん。いやー、悩みって進化しないっすよね。多分、一言一句一緒ですよね。はい。まあ、ということで、まあ、今回、まあ、BM の方を僕買いました、買いた、買ったんですけど、まあ、最新すぎてよくわからないと。で、このね、まあ、BMW を乗ってる人しか多分検索しないであろうなんですけど、この自動パーキングシステムとか、自動なんちゃらシステムっていうのがあるんですよ、これ。で、その使い方わかんなくて、あとここの操作ですね。この操作方法がわからないんですよ。で、これ YouTube で調べたら、まあ、何万回回ってるんですよ、もうすでにね。まあ、何が言いたいかっていうと、この前のシリーズでもありましたけど、悩みってもう変わらないんですよね。だから、例えばこれをじゃあ、これがね、1台も売れなくなったらわかんないですよ。この一台も、BMW っていう車がね、一台も売れなくなるってことは多分倒産したってことなんですけど、まあ、BM さんが車を販売する限り、まあ、このシステム、まあ、なんだ？まあ、ちょっと名前変わるかわかんないですけど、なんとかパーキングとかなんとかシステムとか、あとここの使い方とかあるわけですよ。だからその初心者がいるわけですよ。だからその初心者に向けて、じゃあその使い方何万回なんですよ。だから久保さんのコピペのやり方ですよね。それが3万回ぐらい約回ってるのと一緒で、これも一緒で、この使い方がわからないっていう。いや、僕もわからなくて調べましたよね。調べたら動画出てきて、で、動画見てましたから。なるほどね、と。だからそのうちシリーズ作りますけどね、BM のその、このなんか、僕もまだちょっとよくわかんないんで。なんだこれ、みたいなね。もう最新すぎてわかんないですね。で、あとは、まあ、今ちょっと慣れ始めてきてるんですけど、まあ、スマホとかも、多分最初ってみんな慣れないと思うし、逆に使いづらかったと思うんですよ。ただ、使いまくってたら、慣れていくじゃないですか。だからこれも使いまくってたら多分慣れるはずなんですよ。だからまず2点ですね、まとめると。要は、まあ、ずっと初心者がどこの市場にもいるよっていう。だから、情報ビジネスって何なのかっていうと、この使い方っすよね。この操作方法ですら情報に価値が出るわけですよ。だ初心者に向けですよね。だ僕も見ましたからね。まあ、すごくないですか？それって。しかもずっとね、7年前の動画とかも見ましたからね、僕ね。そう、見ちゃいましたよ。だその7年前にアップロードした人はもう働いてないですよね。7年間。7年間働いてないですよね。だけど、常にアクセスある一定少ないかもしれないですけど。でもそれが積もって何万回になってるわけですよね。だから情報ビジネスっていうのは本当に悩みに対してしっかりとアンサーするっていう、まあ基本動作ですよね。これが、まあビジネスとしてなると。まあ広告収入でいけばいいだろうし、もしくは、なんだ？集客して商品売ってもいいだろうし。それはまあ自身のあれでお任せしますけど、まあ、お金にはなってるわけじゃないですか。広告入ってればね。で、あとは、慣れるってことですね。使い倒すってことです。だからスマホも最初は居心地が悪いし、なんだろうな。使い方よくわかんなかったと思いますけど、今ってどうですかね。スマホ歴、もう僕、iPhone 歴何年だ？ iPhone 歴、8年？ iPhone 歴多分9年ぐらいだと思います。iPhone 歴9年ぐらいです。iPhone 歴8年か9年ですね。8年？ 9 年かな？ 9 年ぐらい使ってるんですよ、iPhone。じゃあさすがに、てかもう iPhone しか使わないんですけど、多分僕。Android 使わないですね。9年使ってわかんないとかないですよ。まあまあまあ、普通の操作ですよね。その裏技とかは別に、あれですけど、多分これって、まあみんな一緒だと思うんですけど、スマホも最初なんか違和感あるじゃないですか。だから違和感からスタートな、当たり前なんですよ。だからネットビジネスも多分絶対違和感なんですよ。違和感からしかスタートしない。でもその違和感を超えない限り使い倒せないし、その稼ぐっていうこともできないと思いますね。久保さんも結局ネットを使い倒したんですよ。ありとあらゆることいろいろやったわけですよ。で、それで今だったら動画をアップロードするっていうのがもう空気レベルなんですよ。で、それいろいろ使い倒したからですね。Facebook ライブとかも、なんかめっちゃ4000回だからなんかとかやってるし、YouTube もいっぱいやってるしって話で使い倒してます。だから、簡単なんですよ。
もう、へのかっぱのへのかっぱのかっぱ寿司っていう、かっぱ寿司潰れましたけど。いや。まあ、そんな感じですね。だから、まあ、どんなところにも市場、ニーズはあるよと。探せば。だから、特にその初心者ですよね。今からっていうところに情報をぶつけるっていうのと、あとは、まあ、使い倒すってことですね。どうすかね？別にその、僕 BMW、ほんと初心者ですよ。でもこの概念を知ってるので、アクセスを稼げるんですよ。わかります？ BMW 初心者。めちゃくちゃ BM 初心者。人生初っすよ。ね？ BM 買ったのは。で、BM 人生初の初心者だけどアクセス稼げるんですよ。その仕組みを知ってるんで。やれば。多分、申し訳ないですけど、僕、ライバルリサーチしましたけど、僕ほど量産できる人いないんで、多分 BMW のキーワード日本一使えんじゃないかな、みたいな。ね、久保さん。多分僕ほど動画撮れる人いないんですよ。なんで、もうありとあらゆる BMW なんちゃら、BMW 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 なんちゃら、もう BMW ジャックできんじゃないかなっていう。BMW なんた取り付けとかで検索したら、もう僕の動画ブワー出てくるみたいな。これいけますね。ちょっと BMW から苦情来んじゃないかな。やめてくれ、みたいなね。ちょっと車のイメージ落ちるからやめてくれませんかって来そうですけどね。まあいいや。だからね、初心者でもアクセス稼げますからね。その知ってれば。わかります？ほんと初心者ですけど。だけど、この使い方はちょっとマスターして、こう説明すればいいだけじゃないですか。ここボタン押して、みたいな。いや、でもわかんないですね、これね。よく。マジでわかんないですよ。そう。まあ、最新っていうのはすごいですね。まあいいや。まあ、ということで、嘘だと思うんだったら、BMW 自動パーキングとかで調べてみてください。BMW スペース自動スペースパーキングとかで調べると、何千回とか何万回回ってるやつありますから。しかも、コマ3分とかね。そんなもう、こんな7分とかないですよ。もう5分とか3分とかで、そのディーラーでね、ディーラーでなんか、ちょっとなんか、隠し撮りしてるやつとかもね、いっぱいあるんですけど、なんか、それでも回ってますからね。いっぱいあります。そう。それでもね、価値がありますからね、僕見てたんで。それを知るってことですよね。そこにニーズがあるのかっていう、どういうものがアクセス来てて、どういうものにニーズがあるのかっていうのをしっかりと知っとけば、どんな初心者でもビジネスはスタートできるわけですよ。だから、なんで稼げないかっていうと、まあ、スタートしてないですよね、ビジネスを。まず、スタートしないというか、情報を発信していない、あとは続けていない、使い込んでない、いろいろ試してないってところですよね。まあ、そのうちね、BM シリーズの使い方シリーズ、まあ、バカバカアップロードすると思うんで、まあ、ちょっとね、今月はちょっと商品販売するので、まあ、そのシリーズは来月ぐらいの商品販売終わったらアップしようかなと思いますけど。まあ、そんな感じです。いってらっしゃい。